みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。ライブです。イエイ。今日は兄弟みんなやってきたヒストリーというものライブ編というのをやっていこうと思います。ライムのヒストリーということで、まあ、ライムの妊娠中からね、まあ、生まれてからとかいろんな話をしていこうと思います。ライムは2006年の7月生まれなんだけど、もともとさ、私実家が愛知県じゃん、うん、愛知県なんだけど、埼玉県の岩槻区っていうところに引っ越ししたわけ。だから周りにさ誰もいなくて、地元じゃないからもうちょっと結構不安は不安の中の4人目の出産って感じ。というわけでライムは中野中にいる時は埼玉県で過ごすということなんだけど、8人産んでて唯一予定日ちょうどに生まれた子で、予定日の朝5時ぐらいにお腹痛いなって言って、まあ、近くの病院があってそこに行ったわけ。もうそしたら本当に、あ、もうこれ生まれますね、陣痛ですよってなって、その当日7月19日2時44分にライブ生まれた。すんなり生まれたんですか。まあでも朝5時に病院へ行って、もう2時に生まれてるから9時間ぐらいか。まあ4人目だからね、早かったのかな。キララの時は1日半かかってるから、多分うちの中で2番目に大きい。そう、3448g。 一番大きいのはまあまあご存知の通り小雪さんね、3700だったから。さすがです。さすがなんですね。生まれたよって言って見せた時、上さんにどんな反応でした。その時は立ち会いとかしてなくて、ただ上の子たちは学校行ってたもんね。ポンキラーとか保育園で、ノエルも保育園行ってて、学校終わって見に来て、はぁーみたいな、生まれたんだねって感じ。本当に結構プクプクしてて可愛かったな。それはシオンはもうまた女の子みたいなことはなかったんですか。毎回言うんだけど、俺弟が欲しいなとかずっと言ってたよ。まあ私は毎回性別をさ内緒にしてて、生まれてからの楽しみが良かったから、今回も生まれてからの楽しみということ で、まあ男の子でもライム、女の子でもライムって決めてたから、女の子ですよって言った時に、おーまた女だと思って。漢字は、まあ、来る夢って結構普通につけると思うんだけど、来るっていうのは旧字の中が人人のね、ライム。まあその普通じゃ嫌だって自分のもあったし、その当時私倖田來未さんが大好きだったわけ。倖田來未さんの句ってあの句なのだからちょっといただきました一時。ライムはさ自分の名前どう思う。いいと思う。あ、好き？ライムって。おお、よかったよかった。私もでもそういう名前憧れてたよね。まあ、ライムが生まれて赤ちゃんの時は結構ね、夜泣きもすごかったし、結構やんちゃというかわーわーというか、手がかかる方の子だったかもしれない。今はね結構手がかからない方の子なんだけど、当時はね結構手がかかる方の子だったね。年子でね翡翠が生まれてるから、ライムが1歳になって1週間後かに翡翠がもう生まれるのよ。同じ7月生まれだから、もう本当にちょうど1歳違いの妹が生まれて、やっぱりちょっと寂しい気持ちももしかしたらあったね、うん、1歳の時は私はもうシングルマザーで一人で5人を育てたから、やっぱりちょっと寂しい部分もだいぶあったんだと思うけど、でもねすごいライムはねお世話役さんで、1歳だよ、だから今のリアよりも全然ちっちゃいのに翡翠の面倒を見たがるわけよ。おむつだって変えたいってなってまだあなたもおむつでしょっていうだけどなんか一緒にやろうかって言って、一緒にぺったんこって一緒にやったりとかして一緒にやってたな。ライムが1歳半ぐらいの時かな、離乳食はねあげてたら、ライムがあげたかってあげるかって言って、こうやってこうやってあげようとするじゃん。寸前で離乳食はライムだから、でも離乳食って味しないじゃん、みたいな顔して可愛かったよね。
ダイムが生まれて1年も経たないうちにとあるいろいろな事情があって愛知県に戻って、で愛知県で私は翡翠を出産して、だからまあ本当に埼玉県民だったのは本当半年ぐらいじゃないかな。そっから5歳ぐらいまでは愛知県、5年間ぐらいね。でそこから小豆島に行くと、なんか小豆島ではさ一番ライムでよくみんなに聞かれたりするのはいちご試験、翡翠がいちごを収穫しました。で明らかに大きい方と明らかにちっちゃい方とあって、先に大きい方は自分で食べちゃえばよかったのに、どうしてもライムに見せたかったんだろうね。こうやって見せたらそりゃライムじゃ大きい方もらうわーってなるからって取られて泣いたっていう、そういう感じ年長さんは小豆島で過ごして、でまたまあいろんな事情があり宮崎県で引っ越しして、で宮崎県で入学式をしたの。入学式は覚えてる、あの海岸のね、ああはあはあ、通学路ね。宮崎県のその本当に漁師町みたいな、階段降りて海沿いの家だったから、その階段とか結構あの通学路がちょっと個性的というか、なんか不思議な感じだったよね、うん、でも本当に宮崎県も1ヶ月2ヶ月ぐらいしかいなかったから、だからもう入学したけどもう2ヶ月で今度は関東の方に行って、千葉県の方に行って、そこからまた目黒に行って、で目黒はまだ1年生か、うん、だね、1年生の7月ぐらいだもんね。え、じゃあ1年生の時点で転校は宮崎県でしょ、千葉県でしょ、で目黒いで、で12月には川口、1年生だけで4回転校して4つの場所で過ごしてる。え、もうそれなんか何も思わなかった。うん、別に、まあ、まだ小さかったしね、1年生だったし、うちの子みんなそうなんだけど、もうすぐねその日に仲良くなる。あとやっぱり一番強いなと思ったのが、学校に兄弟がいるじゃん、キランもいるしノエルもいるし、だから初めましての人が多くても通学路兄弟いっぱいいるし全然寂しくなかったみたいでね。で学校終わればさ帰るよって時はもうみんないるもんね。それが多分一人だったら寂しかっただろうなって思うし不安だっただろうなって思うけど、まあ本当にそこはね兄弟みんなで助け合ってくれたなって感じかな。でまあ12月ぐらいに川口の方行って、川口では2年過ごしたのね。で引っ越しをするわけ。そう、お家の契約の問題でね2年更新だったから、まあそこで中古のお家を買おうってことになって、ここ今ここに引っ越してきたの。また小学校1年生の時に義人くんと出会って遊びに来たのよ。でラーメン一緒に食べに行ったね。で覚えてないか、うん、ライムはパパになった時は覚えてる。あんまり覚えてない。綺麗好きなイメージがすごいあって、うん、なんかそういうのも小さい時からだったんですか。でもそれはね、本当にね、義人くんが教えたからだと思うよ。ちっちゃい頃から行って、でそれを上手に吸収してたのよ。そう、義人くんがこういう風にやるんだよ、ああいう風にやるんだよっていうのを上手に吸収して今のライムがいるから、うん、なんかライムうまいこと吸収しました。そう、うまいこと、いいところだけ吸収してね、上手にね。結構だから義人くんが美味しいよって言ったラーメンみんなで行ったりするんだけど、結構外れがなくて、私たちも好きな味っていうのが多いから。で今までさ、女一人で子供たち5人も6人も連れてラーメンを食べに行くっていう概念がなくて、外食するならファミレスみたいな、ファミレスがやっぱ楽じゃん、一人で連れて行くとね。だからなんかファミレスか、まあ、テイクアウトばっかりだったけど、美味しいラーメンを連れてってもらうことがあって、知っちゃったよね、ラーメンの美味しさとか。多分視聴者の方はちょっとライムおとなしいイメージがあると思うんですけど、うんうんうん、なんか昔からなんですか。いや、全くおとなしくないよ。視聴者の方が見るライムってやっぱりカメラに映っているライムじゃん。だからまあそうなるとちょっと恥ずかしいとかそういう気持ちもあったりするじゃん、うん、だけど普段のライムってこんなんじゃないからね。私もそうだけど、人見知りとかちょっと場所見知りとかさ、なんかそういうのは持ち合わせてる。
すごい、多分びっくりするぐらいだと思う。みんなは小学校2年生ぐらいの時に夜中にお腹が痛いって言って内科に連れてったんだけど、ちょっとわからないねってなってよく調べたら盲腸だったのよ。盲腸 で大きい病院行って、で私はちっちゃい子もいるし付き添いができなくて一人で入院してたんだけど、盲腸で手術して、そっから外科の先生に憧れて外科の先生になるって言ってずっと言ってた。翡翠みたいに子猫が好きとかそういうのは特になくて、やっぱりもうバスケ、ずっとバスケばっかりやってたよね。趣味でこれやってますみたいなのはそんなにないかも。バスケか勉強か、あとはもうなんかドラマ一緒に見たりとか、韓国ドラマ見たりとか普通のドラマとか見たりとか、そういう感じ。バスケット始めたのはいつぐらいなんですか？バスケット始めたのはここの今のところに引っ越してきて小学校4年生からか、4年生から始めた。そうキララの同級生の子に誘われて、私は本当にただ体育館でバスケしようぜのノリかと思ったら、ちゃんとしたバスケ教室の体験だったから、じゃ あのバスケやるならみんなで行っといでって言って、翡翠とライブも一緒くたに連れて行かせたらバスケチームみたいな感じのところだった、そういうことだったなと思ったんだけど、でもなんかあ楽しかったってなって、また行きたいってなったからまた体験させてもらって、まあ、入会とかあって、まさかこんなに続くとは思わなかったよね。勉強すごく昔から頑張ってるね。小学校の頃は本が大好きで、本当にずっと本読んでた。図書室から本借りてこれるんだけど、もう毎回違う本借りて、今日これ借りてきた、今日これ借りてきたって全部見せてくれて、毎回違うのよ本が。で図書館の本全部読んじゃおうかなっていうぐらい本がすごい好きで、あ本好きなのいいねとか、本好きだとね勉強もねいっぱいできるようになるからねって言ったらね、すごいいっぱい頑張ってるんですよ。勉強もすごく興味があって、だから塾に行きたいって自分からね申告してきたから、もう6年生ぐらいからねずっと塾に行ってたんだけど、頑張ってるね。キララがちょっと転校したっていう理由もあって今自学外の学校に行ってるんだけど、隣の中学校だから、でバスケもしてたから対戦相手の顔見知りの子とかもすごくいたわけよ。だから結構まあ入りやすかったと思うんだけど、やっぱそれまで仲良かった子と離れちゃって大丈夫かなと思ったけど、なんかスムーズにね友達もできてね、うん、楽しくやってくれてて、で部活もやっぱりその対戦相手の子と同じ部活で楽しくやって、で1年生のうちはもう本当に試合もね何回か見に行けたんだけど、2年生になってからはそのコロナの影響で試合もすごく減っちゃったし、で親は全然見に行けないし、で行事もすごく減っちゃったから中学校の修学旅行も行けてない。中学校の修学旅行って結構大人になっても覚えてるじゃん。延期って言ってもやっぱりみんなもう受験のシーズンになってきちゃうから、もう多分中止ってことなんだと思う。このご時世落ち着いたら同級生の友達とか仲いい子とかでさ、ディズニーランド行きますとかさ、思い出に残る旅行とかなんか連れてってあげたいなって思うぐらい、去年今年この2年間はイベントごとはね本当にほぼないから、ちょっと寂しい中学校生活だったんじゃないかなって思う。卒業式とかもまた親が見れないのかなとか、どうなるのかなっていう不安はまだまだあるよね。6年もバスケやってた。小学校の時のミニバスの時はライムの代が同級生が1人しかいなかったの、自分しかいなかったので、まあそれも翡翠も一緒で、翡翠とライムの年代は誰もいなかったのよ。そんなもじゃあ6年生が何人かいて、そう6年生は何人かいて、で5年生も何人かいて、で4年生1人で、3年生も翡翠1人みたいな感じで、で結局最後の6年生になっても誰も入ってこなくて、同学年はだずっと自分の学年は1人だったから結構きつかったと思うんだよね。でも翡翠も一緒で同学年が1人しかいないから、試合中兄弟喧嘩したこともあるしボール出しの時にさ、こ
こうやって投げたことあったもん。あ、ムカついてるわ、ムカついてるわと思いながら、今日何喧嘩してるわと思って試合中に。高校に行ってもバスケしようかなって感じ。やりたいなと思う。将来の夢とかもある？ない。ない、うん、性格的にしっかりしてるというか、ちゃんと計算みたいな、そういうのできるから、経理とかさ、弁護士系とか、そういうのもかっこいいなと思うけど、うん、自分のしたいことが見つかればいいかなって感じよ。何歳で結婚したい？30くらい。子供はどのぐらい欲しい？3人くらい。まず男の子は何？男の子。次は3人。なんで3人がいいの？なんとなく、なんか良さそうだな。ちょっと今多すぎる。大学は行きたい？どういう大学？でも前留学したいってなかった？うん、高校生になったら留学したい。高校のなんか、そういう夏休み中に期間限定みたいな、いいね。そういうのが強い高校とかあるもんね。だからそういうのやっぱり調べた方がいいよね。じゃあなんかどこに行きたいとかあるの？留学はどこに行きたいとか。特にないけど、英語。英語のところ。6年生の時の塾も英語習ってたから、英語に興味はあるよね。英語好きだよね。私、ライムの性格は好きだし、そのままでいいかなって感じかな。この先大人になって自分の気持ちを押し殺して我慢しちゃいそうだなとは思うのよ。だから素直になんか何でも打ち明けられる友達がいたりとか、会社でちょっとさ嫌なことがあったとしてもちゃんと言えるかなとか、そういうのは心配だけど、まあ嫌なものは嫌だって、まあ、言えるとは思うけどね。ライムならありのままの、そのままのライムでいてくれれば多分人生うまくいきますわ。